はい、おはようございます。今日は埼玉県リーグ最終節ということで、今試合会場に向かっております。で、今日の対戦相手が、越谷 FC、以前紹介した千葉さんがいるチームですね。試合なので、頑張っていきたいと思います。で、今順位がアルマレッツァが今2位で越谷 FC が3位なんですけど、まあ、勝ち点はアルマレッツァが3つ上回ってるんですけど、まあ、得失点で越谷 FC が上回ってるということで、まあ、もし今日負けてしまうというようなことがあれば、順位が入れ替わってしまうということで、まあ、絶対に2位で、関東大会に進もうということで、そこを目標に今やってますんで、今日は絶対に負けられない戦いなんで、絶対勝てるように頑張っていきたいと思います。で、今試合会場向かってるんですけど、こちらサイモを食べながら試合会場に向かっております。4,5 週間前の動画で本格的に肉体改造始めますっていうことを言ったんですけど、まあ、今回のその減量にサツマイモを取り入れてみて、筋肉量が 0.5 キロ増えて、体脂肪量が 1.1 キロ減らすことに、まあ、筋肉を増やして体脂肪を減らすっていう理想的な減量に成功したので、まあ、そこにすごく役に立ったのがサツマイモでした。で、さつまいもは、食物繊維とビタミンが豊富で、食物繊維は、まあ、皆さん知ってる通り代謝を促してくれるというところと、ビタミンが豊富なのはタンパク質の吸収率をすごく高めてくれるっていうところにすごく役に立つので、まあ、減量したい、ダイエットしたい方とかいたら、ぜひさつまいも食べてみてください。で、まあ、自分はさつまいもいつも箱で頼んでるんですけど、すごい小さいのが来ちゃったんですけど、まあ、普通にスーパーとかで売ってるサイズのさつまいもを1日1本くらい大体食べてました。ぜひ参考にしてもらえればしっかりと結果が出てくるかなと思うので、ぜひやってみてください。では、シエテ大瀬に向かっていきたいと思います。はい、シエテ大瀬到着です。皆さんおはようございます。アルマレッツァでキーパーやってます、あえです。今日はシールが貼ってありますけど、鶏ごまく、これもわさび飯、これが10番ビタミンゼリーです。これを僕が勝手に食べたいと思います。もし今日負けてしまうというようなことがあれば、順位が入れ替わってしまうということで、
はい、お疲れ様でした。ってことで、越谷 FC とのリベンジマッチ、1対0で勝つことができました。で、まあ、皆さん見ての通り決定力の場面だったりとか、まあ、課題の多い試合にはなったんですけど、まあ、今日勝ったので埼玉県2位通過が決まって関東大会に進みます。まあ、関東大会で勝ち上がれば来年関東リーグで試合できるので、まあ、まずそこを目指してしっかりとコンディションを作っていきたいと思います。で、まあ、関東大会が1ヶ月後11月に始まるのあるので、まあ、そこに向けてチームとしても、個人としてもしっかりと上げていきたいと思います。で、まあ、このコロナ禍で、埼玉県リーグを10月頭に予定通り終わることができたっていうのは、埼玉県のサッカー協会をはじめたくさんのスタッフの方々サポートがあったからだと思うので、まあ、他のリーグではなかなか思うようにリーグが進まなかったりとか延期の試合とかもたくさんあって、まあ、そういった中でこうやってできたっていうのは本当に感謝しなきゃいけないし、サッカーできることが当たり前じゃないっていうのを改めて感じたシーズンとなりました。なんでやっぱりその感謝の気持ちっていうのはこれからも続けて、頑張っていきたいなと思います。で、まあ、個人としては今季の途中からアルマレッツァに入団させてもらって、リーグ戦の出場が2試合で、まあ、終わってしまったんですけど、まあ、ベンチで過ごす時間っていうのは本当に悔しくて、もっともっと上手くなりたいなと、まあ、上手くならなきゃいけないなと思ったんで、まあ、これからまだ関東大会までも1ヶ月ありますし、しっかりと、練習していきたいなと思います。まあ、5年半のブランクから復帰してから3ヶ月ちょっとなんで、まあ、ここからどんどん練習していけば絶対にもっともっと良くなるんで、絶対に皆さんに試合してる姿をお見せできるように、頑張りたいと思うので、応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。